さて、大堀一二三のアコギのすすめ第10回目節目の10回目来たって感じですけどね。最近だからね、こっちの方がなんかこう作りやすいんでね、なんかこうこっちの方に行っちゃってますが、さあ今回はこの高峰のね、一番ボディの大きい、ね、ジャンボボディのサイズですね、000シリーズですからですね、この TTP012SS とサティンアンティークサンバーストというこう塗装なんですけど、このサンバーストからの本当にこう、まあ、一昔前まで人気だった。今も人気ですけどね。非常にこう、まあ、音量がバカでかい。それだけじゃないんですけども、非常に硬い音もする高峰らしい差が、こう、サウンドには出てますが。さあ、今この TDP012 っていうのは実はないんです。悲しいことですけどもね。今 DMP012 っていうのなんですけども、ちょっとスペック、細かいスペック実は違うっていう話をまた後でしていきますが、さあ、ボディ近づいていきましょう。さあね、高峰の中でも一番、ボディが大きいですけれどもね、非常にこう音量も本当に大きい、エレアコなのにね、非常に音量大きいんですけども、非常にこう、硬い音がする、5弦6弦、5弦6弦が非常にこう、はっきりした音がしててね、こう国産ので作ったギブソンっていうのはこんな音がするんじゃないかなっていう感じが、ちょっとしてるんですけども、もう2007年製ですかね、これはね。随分、もう僕の元に来て立つんですけども、これ僕が買った初めてのエレアコですけれどもね、ステージ用にこれやっぱエレアコで大暴れしようってことで買ったんですけども、さあ、これはね、全体のこれがですね、実はまあ言ったらサテン柄でね、いわゆる艶消し塗装なんです。まあ僕はね、この艶消し塗装が好きでしてね、僕最近ちょっと高峰のショップ、スペシャルオーダーか。スペシャルオーダーをちょっと考えてて、もちろんボディはこれじゃないんですけども、500シリーズで前紹介しましたが、そのボディで、この艶消し塗装で、この塗装にしてもらおうかなって思ってるんですけどもね。僕この艶消し大好きなんですけども、まあ掃除する必要ないしって、いや、そんなことはないんですけども。さあ、ブリッジね。ブリッジはこれローズウッドだと思うんですけども。ね、前回も紹介しました 506SP という6連ペグのね、アコギでも紹介しましたが、これスルーブリッジ仕様になってます。ここにピンがついてないと。これやっぱこう、ガンガンガンとこう叩きつける、ほら、こうね、こう叩きながらこうブリッジをこう叩きながらストロークするっていうのが非常にしやすいんですよね。で、まあ、ピンがついてるとちょっと若干邪魔かなという、そういう奏法するときにね。だからこれが一番こう、そういうのに向いてるんじゃないかなっていう気はするんですけど、こんな感じ。下はこんな感じですか。さあ、ね、サドルはね、牛骨ですね。これしかも、高峰の構造、特徴的な、高峰の特徴とも言える、この二段構造になってますね。非常にこう安定したチューニングができるということで、このダブルサドルにしてあるんですけどもね。まあ、なかなかいい感じで、この組み合わせ、いいと思います。さて、ピックガードはね、まあこういう感じで、ちょっとこう、引いた跡がはっきり見えちゃってますが、まあこれ艶消しのちょっと、まあ艶消しの特徴っていうかね、まあ引いた跡がちょっとこうピカピカなっちゃうんですよね。まあそれがちょっと、って感じもするんですが、まあこれもなかなか引いた跡が感じられていいかなという感じがします。で、サウンドホールの中見てみますと、おっと、ね、中にはね、高峰のロゴ、TDP012 ってこう見えてますね、見えてると思うんですが。で、ね、こう、パワフリングはね、実はこれ貝じゃないんですよ。貝がついてなくて、こう、ちょっとこう、ちょっとこう模様がこう、つけられてますね。おぉ、なかなかおしゃれ。さあね、このサンバーストカラーもなかなか、角度によってはちょっとここは赤っぽく見えたり、まあ、するような、渋い感じの。なかなかサンバーストらしい感じがしますね。でね、パワフリングというかですね、これはですね、まあ、縁取りはね、前回ヤマハで紹介しましたが、木製ではなくてですね、これは普通の典型的なセルということでね、なってますが。さあ、上に行きましょう。ね、これ、芝はローズウッドということでね、まあ、僕はエボニーの方が、まあ、本当は好きなんですが、まあ、エボニーの方がちょっとこう芝の滑りもいい、こうね、フィンガリングもいいしっていう感じで、こう、いいとは思うんですけれども、まあ、ローズウッドもね、まあ、なんて言いますか。まあ、特に例えば、こう、弾き方選ばないよっていう人には、ローズウッドいいのかなと思うんですが、僕はやっぱりエボニーにこだわりたいっていう感じがしますがね。ただまあ、エボニーの方がちょっと若干、実は重たいので、まあ、ローズウッドの方がちょっと軽いんでね、まあ、こっちの方がいいなという人もいらっしゃるかなとは思いますが。で、こう、ね、
ポジションマークがありません。僕はねこのポジションマークがないのが実は好きなんですが、僕もこのスペシャルオーダーにこのショッこのねいわゆるポジションマークなしでエボニーで頼もうかなって思ってますけどもね。さあ上行きましょう。さあ上はねこれあのマーブル、あのこれは5等のペグなんですけどもね、高見は大体全部5等で作ってありますが、これはね、マーブル調のこう非常にこうね、オレンジっぽくような感じの、僕のマーブル調のやつもこのペグがなんかこう好きでしてね、これもまあいわゆるスペシャルオーダーに入れちゃおうかななんて思ってます。さあこれね高峰のこれゴールドプレートがついてますが、ゴールドでねついてますけれどもね、まあこれもなんかこう高峰ってこうねパッと分かるような感じがして、まあ、僕はこれできれば回にしたいなと思ってるんですが、まあこのゴールドもね最初見た時はああやっぱ高峰らしいなと思った一面がありましたけどもね。さあ、まあ、高峰はこういうヘッドケージを、まあ、昔から変わらないですけどもね。さあ裏行きましょうか。裏がねまたねいいのよ。おっとネックはこれマホガニーだったと思うんですが、こうやってね、高峰のロゴ付きの強盗ペグということで、まあ、非常にいい感じですね。でこうマホガニーのこうね感じがこうなかなかこう出てていいなと思うんですがね、ネックはこうマホガニーということでいいなと思いますけども、すいませんちょっと声が小さくてさあ裏はねこうサイドバックはねこれローズッドね、これ、バックローズッドでサイドね、サイドも実はこれローズッドなんですけども、まあ先ほど紹介しました、今の現行品、DMP012 っていうやつがあるんですけども、まあ見た目というかルックスはねこうサテンアンティークサンバーストで、非常に見た目も変わらないんですけども、ただ何が違うかというとこのサイド材とバック材なんですよ。これね、ローズッドって紹介しましたがね、今のやつはですね、DMP012 はですね、マホガニーなんですよ。僕はちょっとそれは悲しかったなという、こう、まあまあ、その仕様変更があった時に、まあ今から5年ぐらい前ですか、仕様変更があった時にちょっと悲しいなと思った、記憶があるんですよね。やっぱりこう、でかいボディにはやっぱこのローズッド、ぜひこのローズッドっていうのは重厚なサウンドがしますから、非常にこう、マホガニーもまあ悪くはないんですよ。やっぱり僕もマホガニーのやつ2本持ってますから、分かるんですけども、まあ、ちょっとできればでかいボディにこそローズッドを使ってほしいなとちょっと悲しかったんで、まあ、しかもちょうどこう仕様変更される前にこれ買ったんで、まあ、非常にこうあ買っとってよかったなって感じがするんですけどもね、うん、まあ、サイドバックはローズッド非常にねこの大きいボディにも非常に合うサウンドを醸し出してくれてるんですけども、さあやっぱ最大の高峰の最大の特徴というのはこの、おっとすいませんねプリアンプですけども、これはもう今はなき、TDP という真空管搭載のプリアンプだったんですよ。でね僕はねこの真空管搭載のプリアンプ非常に好きでしてね、まあ、使ったところですごくいいなっていう、まあ、基本的な操作はこうやってね、ちょっと見にくいですけども、ちょっと近づいてみましょうか。ちょっとピントが合えばいいんですがね、こう合ってきた合ってきた。でねこれチューナー付きです。前からチューナー付きですけれども、こうやってつけばですね、こうやってほらちょっとピッチが合ってないですがね、こうやって各弦のチューニングもちゃんとしてくれるというやつですね。そしてねそれぞれでね、こうやってハイ、ハイとミッドと、あ、ロー、ミッド、ハイって書いてあるのか、低音部から中音、そして高音部のそれぞれのね、サウンドが、まあ、音量が調整できますよと。で全体的なボリューム調整はこれでできると。でね、これクールチューブと書いてあります。これ真空管でね、真空管は結構マイルドな音にしてくれたり、まあ、するんですけども、まあ、それとかね、ちょっとこう尖った音とかもこう作れるんですけど、まあ、そういう感じでこうやってこう操作することがこうできるんですけどもね、こうクールチューブと書いてある真空管の調整ができるというやつなんですけどもね、まあ、非常に画期的なプリアンプであったんで、フリーケンシーの、ね、やつもついてますし、まあ、いろいろついてますがね。でこれをちょっと外してみますと、外してみますと乾電池がついてて、僕はねエネループ使ってるんですけど、3用のね、エネループ非常に環境がいいということ、まあ、使い環境がいいということでね、僕はエネループを使ってるんですけども、ただねちょっと乾電池が4本いるっていうのがね、ただ乾電池は非常に使い勝手がいい、前のちょっと
ね、DNP というプリアンプ紹介しましたけれども、まあ、9V2 つ使うんですけど、ね、9V なかなかね、ちょっと、って感じがしてて、やっぱ乾電池が一番使い勝手がいいんですけど、まあ、なんせでも4本入れなきゃいけないのでね。まあ、今この TDP 実はないんです。まあ、なんでかな。まあ、おそらく、まあ、ちょっとこう、アンプに通した時というか、B に通した時、ちょっとサウンドがね、真空管なんで、ちょっとこう待たなきゃいけない。出る、音が出るまでちょっと待たなきゃいけないっていう難点はあったんですけど、まあ、非常に僕はこう、尖っとっていうか、まあ、マイルドな音も出せるし、こう、本当にこう、真空管のこう、まあ、ちょっと若干ピエゾ臭いとかあるんですけど、でもなんか、ね、パワフルな音で、僕は良かったなと思ったんですけどもね、この真空管搭載の TDP っていうのはもう今ないんですよ。だから、ちょっとこのプリアンプもね、ちょっと大事にしたいなっていう気がするんですけどもね。ということで、まあこの高峰のね、一番ボディが大きい。まあもう残念ながら廃盤、同じような見た目のやつありますが、サイドバックローズウッドのこの見た目のやつはもうありません。非常にちょっと悲しい気がしますけども、まあたまに中古品で出回ったりもしてますが、まあできればね、あ、ちょっとピントが合ってませんけども。ということでね、ちょっとピントが合ってないままですが、この高峰のね、TDP012 という。まあ、大きいボディサイズなんで、まあ、非常に音量もいいし、まあ、もしね、中古でもたまに見かけるのでね、ぜひちょっとね、機会があれば見ていただきたいなと思います。ということで、今回第10回目はこんな感じ、ちょっと長くなりましたが、大堀123の小木のすすめはこんな感じで。ではまた、次回、さよなら、バイバイ。